はい、皆さんこんにちは。 GT の楽しくてどうしようもないドラム講座、本日の、やってはいけないシリーズ、スティックを握ってはいけない。これまた何を言っとんじゃこのおっさんと。スティックは握るもんやろと。ですね、まあ、結論からじゃあ言いますね。スティックを握りすぎてはいけないという言い方が正しいかな。初心者に多いんですけども、僕よくなんかあの生徒さんに、あ、それやったらあかんよって、ドラえもんみたいになってるよ言って、まず握りすぎるということは良くないんですよね。で、まあ、握りすぎるっていう方はまあこういう感じですかね。握りすぎるとまず遊びがないでしょ、この中に。中にやっぱ遊びがいっぱいあった方がいい。あとはちょっとこれ聞いてもらえますか。スティック同士をじゃあ叩いてみますね。握っちゃうとこういう風になっちゃうんですね。で、軽く握る、あの本当にもう必要最低限にこう握ると、もうそもそももう響きが全然変わるでしょ。やっぱ楽器を鳴らす時もそう同じで、やっぱ当たる面積はもう極力少ない方がいいわけですよね、スティックは。ただあの緩くするとって言ったらまあ落ちてしまいますよね。だから本当にね、上手な人ってもう本当ギリギリなんですよね。落ちるか落ちないかギリギリ。これはでもただスティック の、 あの握り方ってグリップっていうのは本当にもうあのいろんな握り方があって、絶対にこれが正しいって言い切れるもんではないんですけども、まあ僕 の、 あの長年のまあ経験から言うとですね、当たる瞬間だけですよね、本当にチップがこのヘッドに当たる瞬間だけしっかり握って、あとはもう極力本当に落ちるぐらいの感じが理想なんですよね。やってはいけないやり方をやります。じゃあ握り込んでスネア叩いてみますね。どういう音になるかっていうと、しっかり握り込んで、うん、まあ初心者の多い叩き方ですよね。で、これをじゃあ逆に握り込まずに軽くもう添える形でちょっとやってみますね。こう軽く持ってますよね。で、上に上げて、なのでもうここも離れててもいいぐらいなんですよね。で、向こうに行くときだけ、わかりますかね、こういう風にもう全然もうブランブラン。だからあの支点の位置が、上げるときは親指と人差し指で、ここでこっちで握って、今度叩いた瞬間は支点はこっちの部分外してもいいぐらいなんですよね。ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、もう一回やってみますね。軽く握って、そうするとやっぱ楽器もちゃんと響いてくれるということですね。細かいところは本当に人それぞれ指の形も違うし、ね、指の長さも違うので、まあ、それぞれでいいと思うんですけど、今日のポイントをおさらいすると、とにかく握りすぎてはいけない、うん、スティックは握らずに軽く、もう本当につかず離れずぐらいのところで、で、あ、ヒットする瞬間だけちゃんと握って、あとはまた緩めるという感覚でドラムを鳴らしてあげるとすごくいい音がしますよという話でした。ということで、本日はこれで終了になるんですけれども、次回以降もどんどんお役立ち情報をアップしていきたいと思いますので、お楽しみに。さよなら。